日独戦ドイツ兵捕虜とは、第一次世界大戦中の日独戦争で、中国の賃貸及び南洋軍島等で捕虜になり、日本に収容された約4700名のドイツ軍、及びオーストリア・ハンガリー帝国軍の将兵及び民間人。第一次世界大戦中の1914年8月23日に、日本はドイツ帝国に宣戦布告し、日独戦争が始まった。 チンタウの戦いで、ドイツ軍は11月7日に、日本軍に降伏し、約4500名が捕虜となった。後に、南洋軍島等からの捕虜がこれに加わり、総勢約4700名が収容された。これらの将兵を、日独戦ドイツ兵捕虜、チンタウ戦ドイツ兵捕虜、チンタウドイツ兵捕虜、チンタウ独軍捕虜、チンタウドイツ軍捕虜などと呼ぶ。捕虜には、 ドイツ兵だけでなく、オーストリア・ハンガリー帝国兵士も含まれていた。さらに、チンタオで投降したドイツ軍将兵が3906人だったのを、4000人の、大台に乗せるために在留民間人が、人数合わせで捕虜に加えられた。ドイツ側の降伏後すぐに、東京では政府により、対策委員会が設置され、当時の陸軍省内部に保護協予告と赤十字との、 関係交渉を担当する不慮情報局が開設された。捕虜たちは貨物船で同年の11月中に日本に輸送され、グルメ、東京、名古屋、大阪、姫路、丸亀、松山、福岡、熊本、静岡、徳島、大分の12カ所に開設された不慮収容所に収容されることとなり、順次日本に移送された。日本側にとって、 ドイツ側の降伏は予想以上に早いものであった。そのため、想定以上の人数を収容する必要が生じ、当初は、捕虜受け入れの体制が不十分で、捕虜たちは、寺院、公会堂、校舎、病院跡地などに設置された、仮設収容所に収められた。それらは劣悪な環境が多く、食料供給も乏しく、略奪や逃亡者も発生。 小康クラスの者たちも特別待遇を受けることはなかった。日独占は早期に集結したが、ヨーロッパにおける戦争が長期化したため、長期収容に備えた施設が建設されることとなる。1915年に、千葉県の奈良市の不慮収容所と兵庫県の青の原不慮収容所が、1917年に、 広島県の二の島不慮収容所と徳島県の万東不慮収容所が開設され、当初から存在した久留米、名古屋と合わせた6カ所に統合される。新しい不慮収容所の準備が整い次第、捕虜は段階的に仮設収容所から移送されていった。出展は二の島臨海少年自然の家ウェブサイト。陸軍省は1904年から1905年に、 ロシア人捕虜に関する規定を決め、捕虜に対する人道的な扱いを定めた。これは1899年のハーグリック戦条約の捕虜規定が適用された最初の例であった。捕虜及び勝者の扱いは赤十字国際委員会により人道的であると認められた。しかし一方では、地域の中東軍の下にいる収容所の指揮官に、 その処遇の最終的なあり方は依存していたため、収容所側の日本人の態度とドイツ人捕虜内の世論は場所によって様々に異なっていた。しかし、同時期の他国の捕虜の扱いと比較しても、日本は収容総数がそれほど多くなかったこともあり、総じて日本側の待遇は十分耐えうるもので、関係機関の指導により環境の改善もなされた。 捕虜の脱走未遂発生のため、1915年以降は、戦争捕虜に関する規定が厳格化。また、現行の戦時国際法に反し、日本は脱走者に、規則上のみならず刑法上でも処罰を科す方針を取ったために、再補足された捕虜が有罪判決を受けることもあった。脱走計画の目認、法助も処罰の対象だったため、 収容所の職員たちもまた管理体制を厳しくした。宿舎は大抵学校、寺院、労働者用、災害時用の質素な住居、退居後の兵舎で構成されていた。トイレの不足や害虫、ネズミの発生、日本人向けの住居構造への窮屈さ、寒さ、などが問題点として報告された。将校は単独で別個の家に収容され、一般兵より交代偶を受けた。 戦時中、日本にいたドイツ人民ハシヒトラは、経済活動は禁じられていたものの、生活の自由は保障されていた。彼らは、捕虜となったドイツ人らに援助委員会を介しての物品、金銭援助を行い、本や楽器のための寄付活動も組織した。捕虜たちは、階級差はあるものの、日本兵と同様に給料を受領。さらには、周辺地での労働や、親類、 以前の勤務先からの振り込みなどを通じてお金を調達した。1917年までドイツ政府は商工に月給とクリスマスボーナスも支給していた。収容所内には日本人が経営する売店もあり、彼らは自由に買い物ができた。また収容所を出入りする商人からも同様に買い物ができ、アルコール類も生活必需品と同様に入手可能だった。 バンド不良収容所内には、レストランも完備されていた。手紙や小包罪は没収、破棄されることもあった。郵便物の発着層は検閲官の管理下にあったが、手続きは大変煩雑であった。発送を許可されたものはわずかで、規則を遵守する形で送られるか、もしくは郵送手段がすべて禁止されていた。使用言語が日本語、ドイツ語以外のものは郵送は認められなかった。 医学的処置は不十分だったと言わざるを得ないが、病気や怪我などの身体的苦痛と並んで、多くの入院患者は無意な日々と、閉所恐怖症によって引き起こされた精神障害に悩まされた。これは俗に言う、有志鉄線病であったと言われている。1918年の秋には、世界中でスペイン風邪が猛威を振るい、収容所内でも多くの感染者が出た。復元された。 収容所内の劇場を復元された、収容所内のベーカリー演劇団、人形劇団、オーケストラ、スポーツチームなどが結成された。彼ら捕虜の多くが、もともと民間人の志願兵であったため、技術を生かして様々な自治活動を行った。彼らは収容所内の自治活動に参加。菜園管理や動物の飼育、厨房やベーカリーも経営していた。また、 ホリョらに向けた授業や講演会が多数行われ、東アジア文化コースと題して日本語や中国語の授業も行われた。収容所内に設けられた印刷所では、その他にも大バラカと呼ばれる河原版の観光、語学教科書やガイドブック、実用書などが発行された。また、全国各地の収容所内や外部施設で不慮作品展覧会も行われた。 バンドオフリ収容所では音楽に通じた捕虜の何人かが収容所内外で地元民へ西洋楽器のレッスンを行った。開催場所の一つとして徳島市の立木写真館がある。名古屋、青野原、二之島の各収容所では捕虜で結成されたサッカーチームが金傍の日本人チームと交流試合を行った辞席が確認されている。彼らのサッカー技術は 当時の日本から見れば高い水準にあり、指導のために遠方の学校に招かれた事例も存在した。一部の収容所では、捕虜の持つ技能を日本に移植することを目的に、捕虜を日本人の経営する事業所に派遣して指導を行わせた。名古屋不良収容所の捕虜の指導で、生パン技術を学んだ半田の敷島製粉所は、これをもとに敷島製パンへと発展することとなった。 1920年に四季島製粉所から四季島製パンが発足する際、元捕虜のハインリヒーフロインドリーブを銀市長として招聘している。また、バンド捕虜収容所のあったナルト市内には、捕虜から製法を学んで創業したパン店、ドイツ県が現在も営業している。明治屋は1922年に元捕虜のバンホーテ店屋ヘルマンウォルシュケを雇って、 ソーセージ製造を開始した。1916年3月には、中日アメリカ大使は、同国の外交官サムナー・ウェルズを派遣し、捕虜らの処遇の調査目的で収容所の視察を実施。詳しい協議が随所で行われた結果、捕虜たちの訴えの多くは、正当なものだが、日本側も、環境改善に尽力したという結論が出された。多くの事例に関して、 窮屈で不衛生な宿泊環境に関する不満は説得力があり、一部では争点は給食、医療処置、散歩の不足などにも及んだが状況は収容所によって様々であった。彼は詳細な報告書を作成し、それをもとにアメリカ大使が東京であらゆる問題点に関して日本側の代表と協議を重ねた。ウェルズは 同年12月に行った2度目の収容所、視察ツアーで、ほぼ全ての収容所に関して環境が改善したことを確認している。1917年2月には、アメリカはドイツとの外交関係を解消し、同国の日本でのドイツとオーストリア・ハンガリー帝国の保護協力国としての任務も終了。スイスがドイツの、スペインがオーストリア・ハンガリー帝国の、 新たな保護協予告となった。1919年12月末より、翌1920年1月末にかけて、ベルサイユ条約の締結により、捕虜の本国送還が行われた。約170人が日本に残り、収容所で培った技術で生計を立て、肉や、落農、パンや、レストランなどを営んだ。一方、本国ドイツに帰国した者たちは、荒廃し貧困にあえぐ。 戦後の状況の中、人道から帰還した英雄と歓迎された。収容所の中で極東文化に興味を持ったものが後に、ドイツで日本学者、中国学者となる事例もあり、日本語や中国語の教科書が出版され、ドイツで普及するなど、収容所の影響は学問分野にも見られる。吹浦忠正、捕虜の文明史戦1990年。 195から196ページ。ABCD ドイツ人不慮収容所。二の島臨海少年自然の家。2018年1月20日閲覧。AB 岸本はじめ、在日ドイツ兵捕虜のサッカー交流と、その教育遺産。東京未来大学研究企業。2018年1月20日閲覧。沈をドイツ兵捕虜研究会メール解放零三七0 豪ドイツ県ナルトしうず観光協会 AB 第7回本の万華鏡をドイツに学び、ドイツに驚く近代日読関係の一コマ第2章本の万華鏡国立国会図書館 rnavi.ndl.go.jp 2018年8月23日閲覧ありがとうございます